こんばんは21世紀は、安倍工房作、構成のテレビドラマ。1964年4月12日に、東京12チャンネル開局記念番組として、放映された。テレビ東京の写真、テレビ東京市20世紀の歩みでは、バラエティに区分されている。21世紀の機械化された法廷。裁判長、検事席に相当するところには、コンピューターと、 おっしろグラフがあり、それらが発言すると波形が現れる。それと並んでスクリーンがあり、必要に応じて映像が現れる。傍聴席には漫画の人間たち。突然、機械の検事が、我々は人間を起訴する、人間はもういらなくなった、と示す。それに憤き通った、フランキー酒井が人間を弁護して、断固、法廷で戦う。原始時代の人間の一酒井から、 剣や大砲を発明した時代、原水爆時代に至るまでの歴史が流れる。ケンジは人間が機械を発明したのではなくて、実は機械が人間を使って進化発展したのだと主張し、私たちの先祖の棒は人間が機械を育てるのを待っていたのだという。ケンジと弁護人、フランキーは様々な応酬をする。最後にフランキーは宇宙船も 電子計算機も、孫の手や爪楊枝と同じように、人間の欲望の産物でもあるのです。かつて人間が幾度か訪れた危機を、自らを変えることによって乗り越えてきたように、現在の電子計算機時代、コンピューター時代という危機をくぐり抜けるためには、新しい価値基準を作り上げる以外に道はありません。それができない人間は、物語としてではなく、現実に、機械の裁判を受け、 有罪を宣告されるでありましょう。そして、それは、決して遠い未来のことなのではありませんと結ぶ。被告、弁護人、検事、原始人 A、原始人 B、原始人 C、証人、証人、特別弁護人、妻、夫、少女、歌手、TV ドラマ要因ほか、作品ノート18、 安倍工房全集181964.01から1964.09テレビ東京市20世紀の歩み株式会社テレビ東京ありがとうございます。